皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、最近私ちょっとインテリアの模様替えだったりとか、新しくインテリア迎えたりとかしていて、ちょっとお部屋を可愛くしたいなっていう欲が強くてですね、本当真夜中1時とかぐらいに急に模様替えしたいってなって、もうベッドに入って寝る準備もできてたんですけど、起き上がって一人で模様替えを始めたりとか、今回はですね、そんなちょっと模様替えを YouTube 回しながらやっていこうかなっていう風に思っております。今そのオンラインで頼んでるやつだったりとか、探しきれてないものとかもあったりするので、まあでも言うて今日明日ぐらいかな、でとりあえず今考えてることはできそうな感じがするので、まあ2日間ぐらいその模様替えの様子を撮っていけたらいいなっていう風に思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、まず私がやっていきたいのが、あそこの今このランプがあると思うんですけど、そこの壁をコルクボードを使って、なんかこう写真だったりとか、まあ、本当軽いメモとかでもいいんですけど、そういうのを飾れる感じの壁を作っていきたいなって思います。でコルクボードもね買いました。今回私はもうアマゾンさんで頼ませていただいて、ここが一番メインと言っても過言ではないゾーンかなって思います。一番ちょっと DIY っぽいというか、そんなでも言うて難しいことはしないんですけど、本当に貼り付けるだけなんですけど、私自分でポスターを作って、あそこにね This is my thing って言って、自分の宝物みたいな、この忘れたくない瞬間とか思い出とかを写真印刷してプリントして、それを貼っ付けたりとか、好きなポストカードだったりとか、ポップアップした時にいただいたやつだったりとかするんですけど、そういうのまあ貼ってちょっと飾ってってるんですよ、インテリアとして。でこれがすごい、なんだろう、自分的にお気に入りのゾーンになってるんですよ、今お家の中で。まああれが2023年の一応思い出としてあそこに飾っているので、まあ、今年2024年の思い出も飾っていきたいなって思ったんですけど、あれの色違いを作ろうかなっていう風に、またポスターで作ろうかなっていう風にも思ったんですが、私結構インテリアもピンタレストでめちゃめちゃ保存してるんですけど、いろいろ見ていった時にすごい可愛いお部屋があって、ちなみに私の今のドリームルームって言って、めちゃくちゃ228件もピンしてあるんですけど、こんな感じでわーって可愛いなって思ったやつをとりあえずこう保存して、ここら辺とかは衣装部屋ですね。衣装部屋もね、私今ちょっと変えてて、ミラーボールとかをねつけちゃったりとかしてるんですけど、そう、こういう感じで保存してるんですけど、こういう感じとか、このコルクボードに写真をバーってピンしていくみたいなのとか、もう一個ね、あ、これだ。これがすっごい可愛くって、結構縦長のコルクボード、まあ、それにこれも同じように写真だったりとか色々と貼り付けてあるんですけど、これをやりたいなって私は思ってます。ちなみにイメージをつけるために、この今の画像を保存して、コルクボードのところだけちょっと切り抜いて自分のお部屋にコラージュしてみたんですよ。2箇所ぐらい迷ったんですね。このリビングのところ、今これ私のお家をこう普通に写真撮って、これを後からコラージュしたんですけど、ちょっと適当なんですが、このリビングのとこにやっても可愛いなっていうのと、で、まあ、あとこっちのスペース、これなんですけど、そこにやっても可愛いなっていうので迷ったんですけど、まあ、ちょっとこっちの壁の方が、まあ、空欄が多いっていうか、結構白いところが多かったので、こっちにやっていこうかなって思ってます。で私が今回頼んだのがこのコルクボード、結構重たいな、大丈夫かな、ちゃんと貼り付いてくれるかな。やっぱ賃貸なので穴とかはあんまり開けたくないなっていうので、まず壁にマステして、その上に両面テープ貼って付けようかなって思ったんですけど、大丈夫かな、これやってみようか。とりあえずちなみにこれは5枚セットになっていて、5枚こう1列並べて縦長に貼っていこうかなって思ってます。あんまり薄くても貫通しちゃうしなっていうので、分厚めの 5mm にしました。あ、どうなんだろう。このぐらいなら貼れると思うんだけどな。見えるかな？あそこのこっちの扉の一番上のラインぐらいに合わせて貼っていこうかなって思うので、まあ、同じくマステを使って、このコルクボードの縁をまあ4箇所ぐらい目印を貼っていきたいと思います。それに合わせて、またマステ貼って、この両面テープ貼って、貼っつけるみたいな感じでやっていこうと思います。
なんか穴開いてるんですけど今気づいたんですけど、ここは穴開いてた。前の人が時計とかかけてたんかな。じゃあここにとりあえずこんな感じで合わせて、これでマステを使って角を印つけていく。ちょっと白で見えづらいけど、まっすぐかな、これちゃんと。よし、これでちょっと見えにくいと思うんですけど、テープを貼りました。こんな感じで角を立てます。そしたらここにちょっと太めのマスキングテープを端に貼ります。端と真ん中、上下ぐらいかなに貼って、ここに両面テープをさらにつけていく。ちなみに私はこのマスキングテープも両面テープもダイソーで揃えました。はい、今こんな感じでマスキングテープを貼りました。ここに両面テープをつけていきたいと思います。よし、両面テープを貼った感じはこんな感じで、とりあえずこの目印はもう剥がしちゃって大丈夫か。上のシールを剥がしていきます。なんかもっといいやり方、こういうのあるよとか知ってる人いたらぜひコメント欄に書いてほしいな。みんなの参考にもなると思うし、私の今後の参考にもなるのでお願いします。ぜひ。いつも壁にさ、ポスターを飾りたい時とか、額縁でしかも飾りたい時って、もう絶対穴開けるしかないじゃないですか。どんな強力なテープとかでもやっぱ額が重いから絶対に落ちてくると思うんだよ。こちらのコルクボードを貼りたいと思います。あ、やばい、貼れちゃう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 、もうこれで貼るしかない。まっすぐかな、これって。ちょっと待って、さっきの目印なんで先に剥がしちゃったの私。よし、じゃあ貼ります。 OK。 お、いいかも、貼れてる感じする。あ、動かない。もう結構今ちょっと斜めってる気がしちゃって、動かそうと思ったら全く動かない。めっちゃ強力だ。よし、とりあえず今1枚目が貼れました。これをあと4枚かな、つなげて貼っていきます。じゃん、ということで完成しました。いい感じ、結構いい感じに貼り付きましたね。多分そこまで斜めってない気がするんですけど、どうですか、ね、これでちょっと今まだ押しピンがないのであれなんですけど、例えばこういう写真とか、これベルギーの時に行った夜ご飯のところで乾杯してる写真なんですけど、これもコンビニとかでプリントしてこういう感じで貼り付けていったりみたいな。嬉しい、いい感じ。まあここの貼り付けていくのはそんな1日とかじゃできないかなと思うので、時間かけて貼っていきたいなって思います。ということで1個コルクボードウォール完成しました。この下が足りてないのみんな気になるかな。私あんまり気にならないので、このまま行くんですけど、ちょっと気になってる方いたらごめんなさい確か 45×30 だったかな、でこんな感じ、5枚で、まあ、縦はまあ 150cm あるっていう感じですね。ここにデスクをいつも置いているので、まあ、そんなにこう下は目立たないかなって思いますので、こんな感じで完成しました。はい、ということでですね、あちらに今
コルクボードウォールが完成いたしまして、で次もう一個ちょっと新しくゲットしたインテリアがあって、じゃじゃん、これなんですけど、何かわかります？みんな、これね、韓国のウェルカムトゥ CCC っていうのかなのところのものなんですけど、ポットカバーになってまして、めっちゃ可愛くないですか？シルバーのカバーにこの紐が、ブルーの紐が使われててめっちゃ可愛くて、めっちゃいろんなカラバリあるんですよ。こうやって2カラー、バイカラーになってるやつもあれば、1色だけのやつもあるし、普通にホワイト、ブラックとか、あとチェック柄もあって、それもめっちゃ可愛いんですけど、あと2サイズある感じ。これはちなみにちっちゃい方の S サイズで、11cm×12cm っていう、ほんと手のひらサイズな、ちっちゃいサイズなんですけど、これが公式のサイトだと、韓国にしか配送ができなくて、で私友達が今韓国にいるので、その子に一回頼んだんですよ。ちょっとこれ欲しいんだけど住所を変えて届くようにしてもいい？みたいな感じで聞いたら、全然いいよって言ってくれたんですけど、支払いがビザとかできるのかなと思ったら、めっちゃカード会社の種類はあったんですけど、ビザとかができなくて結局買えなくて、バイマだったりとか韓国のセレクトしている日本の通販サイトとかはあったんですけど、やっぱそこでも送料がめっちゃかかったりとかして、まあいろいろ見まくって、一番お安くゲットできるのが楽天にあるお店、楽天に出店してるお店で買うのが一番安い気がしたので、私が調べた限りだと、そこで私は買いました。届くのも3日とかで届いたのですごい早かったんですけど、でまあポットカバーなので植物入れたりとか、まあ、こういったなんか筒のケースとかにかぶせてペン立てとして使ったりとかもできると思うんですけど、私はまあ普通に植物入れようかなと思ってゲットしました。でまだその観葉植物を変えてなくって、でちょっとまあそれも今日外出る用事があるので一緒に見に行けたらいいなと思っております。であと変えたいなって思ってるところが、あのポスターを印刷したので、それを飾ろうと思ってるのと、あとあの電気、あっちの今ちょっとチラッと見えてる電気もここに引っ越した当初ぐらいにつけたもので、まだ全然使えるは使えるんですけど、模様替えしたいなと思ってるので、あそこの電気も変えようかなっていう風に思っております。今日は、まあ、とりあえずこの観葉植物を見に行きたいなと思います。デイ2でございます。昨日ね、観葉植物見に行くって言って実際に行ったんですけど、まあ、いいなっていうものもあったりはしたんですけど、鉢に植えた時にちょっとでかいかなとか、昨日は実際に買って帰ってくることはできなかったんですけど、あれからちょっと通販とかいろいろ見ていて、一個ちょっと可愛いなって思った植物があったので、それを通販で頼みました。なんていうやつだったかな、なんかちょっと珍しい観葉植物で、希少みたいな感じで書いてあって、ゲオデナンツスペーピヒ、これ私一生覚えれない気がする。ゲオデナンツスペーピヒっていう、なんかね、葉っぱがちょっとブロック状みたいな感じになってて、それがすごい可愛くて、それを頼んだので、届いたらあの鉢カバーにつけて飾ろうかなって思ってます。今日はですね、届く予定だったものが届きました。この今後ろに見えてると思うんですけど、このめちゃめちゃ大きい段ボール、これともう一個あとあるんですけどが届いたので、早速これを開封していこうと思います。ちなみにこれはここに置こうかなって思ってるやつで、額縁なんですけど、これポスターを新しくしたいなと思っていて、 B1 サイズのものを頼みまして、でかっ、わあすごい、なんか改めて見ると想像以上に大きくってびっくりしてます。こんな感じでかーい。縦が
1m3cm、 横が 72.8cm のサイズですね。でっか、これはいい迫力が出そう。楽天で買いました。もう私通販ヘビーユーザーだから、ほとんど通販で買ったりします、物とか。よいしょ、じゃーん、すごい、でかい。ちなみに縁の色はこんな感じで、ウッドのブラウンのカラーを選んでます。やっぱウッドとか結構なんか高見えっていうかするから、私的には好きなんですよね。ここに入れるポスターもあるんですけど、じゃじゃーん、こんな感じなの。可愛くない？色物を飾りたいなと思っていて、ここにね飾りたいんですけど、真っ白なので。これ実は私がフォトショで描いて印刷しました。いろいろ見ていたんですけど、ポスターちょっとなんか自分で描いたりとかもしてみようかなって思いまして、 Pinterest でそれこそいろいろポスター検索して、なんか可愛いなって思ったやつを参考にしながら、なんか自分なりにちょっとやってみたんですけど、Your show must go on っていうのは、ショーを止めるなっていう、本当は演劇の世界で使われていた言葉らしいんですけど、まあなんかやり続けるみたいな、諦めるな的なニュアンスの言葉らしく検索してみたら、あ、いいなと思って。私結構なんか継続してやるとかっていうのが苦手なタイプなので、でも YouTube 本当にこんだけ続けられるのがマジで自分でびっくりしてるんですけど、結構そう飽き性だし、すぐ諦めちゃったりするからいいなと思ってこの言葉を入れました。これもポスターの印刷会社さんというか通販で頼んで印刷してもらいました、 B1 で。でもね、そんなになんか思うほど高くなくて、 B1 サイズで1枚、しかも1枚でなんか納期も選べるんですけど、翌日とかだったかな私で、3000しないぐらい経ったので、意外とじゃないですか。だからなんかまた、まあもしこの柄飽きたら、せっかくこんだけ大きい額打ち買ったから、また違うデザインとか変えたりしてもいいかなって思ってます。すごい、こんだけ大きいと、このなんていうの、止めるやつもめちゃくちゃいっぱいある。ポスターって本当変わりますよね、お家の雰囲気が。なんかやっぱアートっていうか、はい、なんか絵とかそういういいですよね。これもちなみにここの写真撮ってデータをコラージュして、実際に飾ったらどんな感じになるかなっていうのを一応ねシミュレーションしたんですけど、でもやっぱこんだけ大きいプラス実物だとまた全然変わると思うんですよね。やっぱだからすごい楽しみ、これは置くのが。よし、じゃあひっくり返してみよう。額に入れて見るのは初めてだからワクワクします。せーの、じゃじゃん、すごい、かわいい、いいじゃん、かわいい、いいね、合うね、色も。ちょっとこのオレンジがやっぱそのデータで見るオレンジと印刷されてくるオレンジで若干色が違ったので、まあ大丈夫かなと思ったんですけど、いい感じですじゃあこれをちょっとここに飾りたいと思うので、カメラスピングし直そう。よっ、重い、本当に結構。うわ、どうどう、こんな感じ。じゃじゃーん、どうでしょうか。こんな感じになりました。てか思ったんですけど、これ絶対にぶつかるよね。ここまでしか開けれないということでしょう。浮かせることって無理だよね、これ。すごい、私も見たい、こっちから。わっ、迫力やば、マジで迫力すっご、いいんじゃない。ちょっとね、あれね、どうにかしたいですよね。加湿器なんですけど、ミスマッチって感じですが、いいじゃん、かわいい、かわいい、いい感じ。よし、そしたら次もう一個最後あるんですけど、言っていたここの上の照明をね変えようと思って IKEA で買いました。なんか結構そのお部屋も変えたいなって思った時に、やっぱりそのPinterestとかでどういう感じにしようかなって見てたんですけど、この照明使ってるなみたいなのがあって、なんか IKEA のだなって思うやつもあるし、まあ、似た感じのやつもあったりとかして可愛いなと思ったので、これを頼んでみたんですけど、これもね IKEA だからね、そんなにしなかったと思う。多分2000円ちょっとぐらいかな。これも3000円しないぐらいだった気がします。じゃじゃん、これなんですけど、あの丸い
きい照明が本当に多くてすごい可愛かったし、まあ、これだったらもしここにやってみてなんか違うなって思っても寝室にも使えそうかなと思ってこれにしました。そうそう、これこれ、こんな感じのこういうやつどうかな、ちょっとね不安なんですよね。でもリビングに置こうかなとも考えたんですけど、リビングにポップエナジーを置いてて、プロジェクター置いてて、これをこっち側にもし持ってきた時にじゃあどこに移そうっていう、カーテンとか思ったり、あっちにカーテンあるんでまだちょっと悩み中ではあるんですけど、とりあえずこれを組み立てていこうと思います。私的にはファッションとかもそうなんですけど、えこれとこれみたいな、なんかミックススタイルっていうか本当好きなので、インテリアもミックスさせても可愛いんじゃないかなと思うんだけど、え待って、これってさ使えるやつだよね、さすがに。なんか久しぶり見たこの IKEA の絵でしか説明がないやつおっと、なんか難しいのが出てきた、ややこしいのが出てきましたよ。お、意外と単純でしたこれで長さが調節できるのかな、もしかして。あ、でもつけて、じゃあちょっと一回これを取ってつけます。これどうやって取るんだ。あっ、びっくりした長すぎと長できたかな。ちょっと電気つけてみよう。なりました。上の電球をぶら下げるやつをつけるのがちょっと難しかったんですけど、なんとかできました。いいね、かわいい。はい、ということでこんな感じでできました。じゃじゃーん、新しくなりました。どうでしょうか、やっぱ見る人から見たらちょっとミスマッチなインテリアだなーって思われそうですがなんかでもまた夜とか雰囲気が変わって見えそうですよね。いつも私夜は間接照明だけで過ごしているので、そうだからまたちょっと変わった感じで見えそうですが、お昼だとこういう感じですね。まあまだちょっと試行錯誤は必要かなっていう感じですが、とりあえず私がちょっと変えたいなって思ってるところは一旦変えることができました。今回はこんな感じでちょっとまあリビングルームをメイクオーバー模様替えということでやっていきましたが、そうインスタでもちょっとちらっと言ったんですけど、もう少しお部屋がまとまったらルームツアーをねまた撮りたいなと思っていまして、ルームツアー最後にやったの私多分1年以上前だと思うので、そこから結構家具とかも変わっているし、みんなにまたルームツアーやってほしいですってリクエストもらっていたりしたので、もう少し自分の中でお部屋だいぶできてきたかなって思ったらルームツアーもまた撮ろうかなと思いますので、それもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。